おはようございます。めぐりかみたいちです。今日はバカンスでバルセロナの近くにあるパリから車で9時間半ぐらいのところにあるカネット・ダ・マールという海水浴のできる綺麗な浜辺の町に来ています。そこで見つけた美味しいレストランを紹介したいと思います。非常に美味しすぎて3回も連続で行ってしまいました。店内も非常に可愛く、働いている人たちも真剣で優しくて非常に感じが良かったです。ワインも地元のワインを置いていました。もちろんサングリアも飲みました。それでは料理の方を紹介していきます。まず最初はやはりスペイン料理のコロケット、コロッケです。じゃがいものコロッケというよりか、どちらかというと日本のクリームコロッケみたいな感じで非常に懐かしくて美味しかったです。続いて新鮮なイワシを素揚げにしたものです。これもレモンを絞って頭からかぶりつきました。こちらはブラバスといってバルセロナで有名なタパスの定番の一皿になります。素揚げしたじゃがいもの上にマヨネーズが乗っています。このマヨネーズ、黒ニンニクを使った店のスペシャリテだそうです。非常に美味しかったです。続いてイワシのアラプランチャ、本当にシンプルにオリーブオイル、塩コショウで焼いただけのものです。これも鮮度が良く、内臓も入りっぱなしでしたけども、頭ごと尻尾まで全部かぶりつきました。やはりスペインに来たら食べないといけないのがイベリコハムです。それと一緒にパンコントマテ、トーストしたパンに生のトマトをすりつけたものを一緒に食べました。もちろんこのパン、サーディンなどと一緒に食べても非常に美味しかったです。続いてイカの天ぷらです。なかなかフランスにいるとこのイカなどは食べれないので、非常に懐かしくて美味しかったです。もちろんレモンを絞って、横にはイカスミの入ったマヨネーズが添えられていました。非常に懐かしくて美味しかったです。続いてこちらもフランスであまり食べないタコの足になります。これもよく火が入っていてグリエして、上には多分パプリカのスモークされたスパイスがかかっていました。こちらではジャガイモとよく合わせるのが定番みたいです。これも非常に美味しかったです。そして最後はヒデウア、ショートパスタをよく炒めて、あとはパエリアを作る要領で作ったパスタのパエリアになります。非常に周りがカリカリになっていてクルスティオンで、パスタもきっちりが入っていて、魚介のうまみが詰まった非常に美味しいフィデウアでした。やはりデザートはカタルーニャ地方の代表的なクレームカタラーナを食べます。クレームパテシエールを炊いて冷やした上に砂糖をかけてキャラメリゼしたものです。これも軽くて非常に美味しかったです。これも美味しいチーズケーキです。中身がクリーミーでしっとりしていて非常に美味しかったです。ただ使っているチーズがヤギになるので多少臭みがありましたが、非常に美味しかったです。また店の詳しい情報は概要欄に載せておきますので、そちらを参考にしてください。もし行く機会があれば前もって予約することをお勧めします。マダムがフランス語を喋れて、あとは基本的には英語もしくはスペイン語になると思います。それではお疲れ様でした。ボナペティ。